フェリカ建築デザイン専門学校群馬県前橋市フェリカ建築デザイン専門学校は群馬県前橋市南町2の38の2に所在する建築とインテリア分野を専門に教授する日本の専修学校である。文部科学省認定職業実践家庭設置校国土交通省建築士資格受験短縮認定校建築には4年生と2年生が設置されている。 4年生の建築設計工学科目標資格一級建築士、一級思考管理技師授業に実施住宅の設計を取り入れた全国で唯一の都がである。実際に現存する土地に住宅をプラン、学生館に手投議、教授も入った、公表会を数回行い当該年度の基本プランとする。その後、軸組模型を制作したり教授から、 様々な考え方やディティールなどの教授指導を受けながら確認申請を作成し一級建築士の教授名で建築指導課に確認申請を提出し審査を受ける実施設系統を約60枚程度描く工事業者との打ち合わせ現場の管理等ほぼ社会における一級建築士事務所と同様な体験履修を行う全国唯一の実践型教育を推進する 専門学校である。就職先建築設計事務所、建設会社、ハウスメーカー、観光庁、公務店等2年生の建築家は、建築家設計コースと現場監督コースがある。目標資格1級建築士、2級建築士、1級志向管理技師建築家設計コースは2年生の限られた時間の中で、住宅、集合住宅、 を中心に設計に必要なノウハウを学ぶコースである。就職先建築設計事務所、建設会社、ハウスメーカー、公務店等建築家現場監督コースは一連の建築基礎を学びながら、現場見学や測量器具などを使った実習授業を行い即戦力として活躍する人材の育成を目指している。就職先建設会社、ハウスメーカー、 ホーム店等インテリアには3年生と2年生を設置。目標資格1級建築士、2級建築士、インテリアプランナー、インテリアコーディネーター、商業施設士3年生のインテリア設計画館デザインコースインテリアと、建築等半々に学習するコースである。インテリの知識として、インテリア計画は、もちろんのこと、マテリアル、照明、家具、 ウィンドウトリートメントを深く学ぶ。建築的には、住宅と店舗の設計に力を入れたカリキュラムになっている。就職先建築設計事務所、建築デザイン事務所、建設会社、ハウスメーカー、工務店等、インテリア設計インテリアコーディネーターコース、目標資格2級建築士、インテリアコーディネーターインテリアの知識と完成の、 育成に、主をいた教育を行っている。マテリアル、照明、家具、ウィンドウトリートメントを深く学ぶ。就職先建設会社、ハウスメーカー、公務店等1980年、インテリアコーディネーター育成を目的とした、学校、フェリカハウジングアカデミーを、現在理事長の中川高道がが創立。リカレントの先駆けとして、 建築を学びたい20歳以上の学生を募集し、開校した。1983年、公明をフェリカテクニカルアカデミーに改称中川高道が水上温泉の大穴地区に東京都の大規模会社の別荘の依頼を受け、設計、建設工事管理を行い完成させる。その際、群馬に2週間に1度の割合で、奉検する。群馬県に、 建築の学校がないことで、群馬県に建築の学校を創立することを決意。1989年、フェリカテクニカルアカデミー前橋校を現在の所在地である群馬県前橋市に設立。1996年、学校法人としてフェリカ学園設立。同時に、フェリカ建築デザイン専門学校を設置する。建築系の二学科、インテリア系の二学科、 にに加え労働局からの依頼をを受け給食者支援訓練を15年渡り継続している建築、インテリアに関する資格取得にも力を入れているが、それ以上に実践で生きる知識、技術の取得が重要であるというコンセプトをもとに、日々の教育が行われる。建築設計工学科の3.4年次のカリキュラム、応用実践課程では、 設計事務所さながらの実施設計を行っていることが大きな特徴といえる。群馬県前橋市南町2の38の20272232100フィンランドの建築家、マッティス・ロネン設計による UFO 型のレジャーハウス、フトゥーロが学内に設置してある。世界中で存在が確認されているフトゥーロはわずか18件で、日本に向けて輸出されたのは2件。 そのうち原型をとどめて存在するのが、この群馬県前橋市のフェリカ建築デザイン専門学校に設置してある、普通路のみである。建築やインテリアの新しい可能性を追求し、学生の未来を照らし出すフェリカ建築デザイン専門学校のシンボルとして存在している。ありがとうございます。